4億円超。資金移動問題で窮地やる気のない茂木幹事長が完全孤立で呆れられている。政権与党のよう、自民党の幹事長である茂木と市密衆院議員が自身の、4億4000万円問題、デモ批判を浴びている。問題を詳しく報じたのは3月4日夕方の朝日新聞デジタル。茂木幹事長の政治資金管理団体、茂木と市密政策研究会、からしと公開が厳しく義務付けられていない政治団体、 と市民講演会総連合会に対し巨額の資金を移動させ支出の具体的内容を公開しないことで透明性の低い政治資金の処理をしていたのではないかという問題だ移動させた資金の額後に報じられたところでは14年で4億4000万円しかもモキ幹事長は最近とみに評判が悪い昨今の国会運営でサボタージュが過ぎると話題になっているのだ 政治家でなくて政治資金管理団体や、その他の政治団体を作って資金移動できる仕組みに問題があると言わざるを得ません。亡き安倍元首相の政治資金を秋江夫人が非課税にて相続するなど、議員は脱法行為を正当化する仕組みを悪用することに代表されるように、キックバック不記載による裏金作りを継続しています。政治資金管理団体を、政治家や候補者一人につきに一団体に限定し、唯一の口座を紐づけ、 国会議員カードによる決裁が必須です。デジタル領収証議員ボイスによって的確報告書として電子公開する仕組みを導入すべきです。もともと陰気で自民党内でも人望のないモテギ幹事長には国民的な人気も期待も全くない。その人が4億円超の資金を監視の緩いその他の政治団体に移しており、古速な裏金隠しのような手段が批判を浴びている。一応合法かもしれないが、 これが合法なら政治資金規正法等は何の役にも立たないということになる。これらを一気に解決する方法は、やはり政権交代しかないのだろう。この度はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけたら次の動画の励みとなりますのでぜひよろしくお願いいたします。